病など心の病にかかる社員が最も多い年代は10から20代だと答えた企業の割合が3年間で急増し、27から9% に達したことが、19日までに日本生産性本部の調査で分かった。40代が多いと答えた企業は 35から8% で、30代も 32から6% を占めるが、それに迫る勢いで若者の割合が上昇している。当本部は、若者でも責任の重い仕事を任される一方、見合ったポストや、権限は与えられず、不調に陥る人が増えている、と分析している。調査は2017年7月から9月にかけて、全国の企業を対象に実施し、221社が回答。心の病にかかる社員が最も多い年代を尋ねたところ、10から20代は、前回の14年調査の 18から4% から10ポイント近く上昇した。調査を始めた02年以降、この年代は 10% 台で推移しており、急増ぶりが目立った。40代は前回調査から0から2ポイント増加し、30代は6から2ポイントの減少。50代以上は3から7% で、前回より0から7ポイント減った。14年以降、新卒採用は学生に有利な、売り手市場、化が進み、企業が採用確保を優先して実際の仕事量などを正確に伝えず、若者が入社後にギャップの大きさに苦しんでいる恐れもある。当本部は、仕事量が多く、高い質を求める企業は、心の病が増加傾向にある。若者に自信を持たせるサポートが必要だ、としている、共同。